こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。日本じゃ稼げません。何人かの社畜を救いたい。私がオーストラリアアマゾン輸出サポートを続ける理由です。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。何人かの人が私の本やブログ、動画を見て、いいね。 自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らして生きるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。月30万円稼げるスキルが 実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いています。出版もしました。2010年に輸入した商品をヤフオクで販売して稼ぐノウハウの本。2013年にアメリカアマゾンに輸出して稼ぐノウハウの本を出版しました。かつては私も社畜でした。満員電車で通勤して消耗していました。 解決策なんて出ない習慣化した会議が苦痛でした。楽しくもない作業を仕事だからと長時間やっていました。好きでもない、興味が持てない勉強を何年間も頑張り続ける。その後は、好きでもない、興味が持てない仕事を何十年も続ける。好きなことを仕事にするとか、楽しく稼ぐなんてできるわけがない。世の中そんな甘いもんじゃない。それが日本の常識です。 しかし、私は好きなことを仕事にして楽しく暮らしています。世の中、結構チャンスもある。それを知らせるのが私の使命です。日本人で稼いでる人の共通点。日本国内で稼いでいるのは、インバウンド狙いの会社です。一風堂は、海外転換と、海外展開とインバウンド狙いで設けています。ちょうどね。 ペニンシュラで1杯3400円のラーメン、一風堂は提供するというニュースが出てました。これよく見るとね、3400円にサービス料税別って書いてあるんでね、まあ、ホテルなんでサービス料は20%でしょうし、消費税8%、まあ、もうすぐに10%になりますけどね、まあ、4000を超えるラーメン、まあ、日本人じゃまず食べないですよね。でも日本に旅行してペニンシュラに滞在する中国人は喜んで食べていると。ね、今までの え、ルームサービスのメニューの中で一番の売れ行きだそうです。まあ、これ以外にも、一風堂は海外転換に軸足を入れています。まあ、日本だとね、ラーメンで一杯4000円っぱい飲せて高いなって感じなんですけど、まあ、海外、ヨーロッパ、オーストラリア、つまみを頼んでビールを飲んで、あるいはワインを飲んでラーメン食べてね、まあ、客単価多分普通に4000円超えてる店もあると思うし、まあ4000円以上払う、一人で4000円以上払うお客さんっていうのは珍しくもなんともないと。 そういう市場を狙ってるから株式上場できたということです。これ日本国内で頑張ってたら一風堂、ね、パッとしないラーメン屋だけで終わったと思いますけど、まあ、今やすごい勢いでね、海外進出。ペニンシュラで出してるってことでまたどっか出しやすくなって出るでしょうね。そしてドン・キホーテもインバウンド狙いで設けてます。もうこれドン・キの店内に行けばわかりますけど、圧倒的に海外旅行者が多いと。 しかも日本人ちらくらいるけども、買い物してる量がもう全然桁違い。ね。もう、カゴ両手に持ってね、すごい勢いで海外の旅行者の方買ってますけど、まあ日本人はカゴなんて必要ないぐらいちょろっと買って、え、出てくと。あるいはあんま買わないでただ見てるという感じです。そして、日本で一番稼いでる会社、トヨタですけど、これトヨタもね、まあ言うまでもなく輸出企業、 で、日本での販売は24.8%。これ、販売台数なんでね。まあ多分、景気のいいアジアだと、ね、高級車たくさん売れてるとか、えー、例えば、利幅のでかい高い車ね、レクサスだのそういうのが、まあどこの国で売れてるかって考えたら、この利益に対する貢献度合いは、この比率をさらに、ね、日本はもう4分の1以下の、えー、存在しかないと。 まあそういえばね、東京モーターショーにもトヨタ社長出ない、ねえー。日本の企業なのに東京モーターショー社長で来ない。まあ、つまり日本市場なんてあんま相手にしてない。儲からないからどうでもいいというのがもうトヨタの。ね、まあ今日ふたに言ってますけど、それぐらいもう日本市場っていうのは厳しい市場なんで儲けにくいです。そしてソフトバンクも海外で儲けています。ね、ソフトバンク通,通信品質とか良くないとかそう、アンチソフトバンクって人ね、ソフトバンク使った人で多いですけど。 ただ正直、通信がどうとかね、ヤフーがどうとかどうでもいいと。今、ソフトバンクの本業は投資なんで、まあ、こちらもまた日本はあんまり相手にしてない。まあ、中国とかね、アメリカ、あるいはヨーロッパ、アジアの、えー、新しい企業にガンガンし出資して、まあ、投資してね、まあ、それがうまくいくと、まあ、すごい利益になっていると。で、ソフトバンク最高益2.3兆円、2兆3000億円、トヨタにとうとう迫ってきたと。 中国企業の株価の価値が大部分なんでね、国内で儲けてるわけじゃないとか、本業で儲けてるわけじゃないというような声もありますけど、逆に本業じゃな国内でやっても儲かんないというのが裏返しです。日本で、日本人で、あるいは日本の会社で稼いでる人はみんな海外で稼いでます。何しろ日本国内で稼ぐのはもう無理ゲーだと。ね たまたまね、えー、私、キビんごって食べたことないんでね。キビんご通販やってくれてる会社あるんだ。素晴らしいなと思ってね。レビュー見てたら、なんかレビューね、低いな、美味しくないのかなと思ったらね。送料が高い。リピなし。商品は素晴らしいのに残念です。いやきびビんごも鬼にはかなわないなって感じなんですけど、648円のキビんご1000円ちょっとの送料は確かに高いかもしれない。 でもわざわざ行かなきゃ買えないものをね、こうやって親切に販売してくれてる会社があって、トータルで1600円 ?1700 円でね、並ばず、どこにも行かず、家にいながら美味しいきびだんごが食べられて、これに文句言って多分日本人以外いないです。そんだけ厳しい消費者。しかも金持ってないし、金持ってないやつが大部分だし、そんな市場で稼ぐのは非常に厳しいです。で、トヨタとかね、まあ、 え、ソフトバンク、あるいは一風堂、関係ないよという感じの、え、気もするんですけど、じゃあね、我々副業やってる人間どうなのか。副業やってる人ね、結構ね、写真とか、どこ行きましたとかね、メルマガやブログ、あるいはフェイスブックでアップしてますけど、まあ、副業に取り組む人の Facebook やブログを見ても、日本で商売する人という質ビースをする人では大違い。日本国内で販売する、セドリや輸入ビジネスをしている人は、 マクドナルドや安いチェーン居酒屋で打ち合わせをしたり飲み会を開いています。稼いでいることになっているのに不思議です。輸出ビジネスをしている人は、ホテルのカフェや寿司屋で打ち合わせをしたり飲み会を開いています。まあ本当に稼いでるなら使えます。あるいは、稼いでもお金は使わない。ただ、貯めるのが大好きというぐらいのね、節約志向の強い人じゃないと、日本国内じゃ稼げないのかもしれません。 私のように稼いだら使いたいねと。ね。旅行に行ったり、飛行機はやっぱ LCC じゃなくてね、フラッグシップ乗りたいよねとかね。マクロナルドで打ち合わせするんですかって、まあ、せめて普通の喫茶店に入りたいねという人間だと、国内市場では、日本国内では稼げません。まあ普通のね、そんな渋い節約はしたくないとかね、あれ,あればちょっとお金贅沢してみたいって人は、輸出ビネスがおすすめ。 実際、稼いでる人は、みんな輸出ビジネス。あるいは、海外展開。またはインバウンド狙い。これ以外の方法で稼ぐのは非常に難しいです。アマゾンに出会えて感謝。インバウンド狙い。海外進出が稼ぎやすいのは分かったと。でもどうするインバウンド狙いのお店なんて持ってないし、海外進出なんて夢物語。輸出ビジネスという手があります。 アマゾンを使えば、わずかな費用とわずかな時間で輸出ビジネスが始められます。そしてアマゾンを使ってやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。自力で稼ぐ方法を身につける。アマゾン、こんな素晴らしい仕組みは他にないなと感謝の日々です。そんなアマゾンを使って、あなたも輸出で稼いで自由になってほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。 日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。